こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃん、このパニールマカリというカレーが20人前あるので食べたいと思います。これはですね、インドのカレーで、トマトソースのカツとテージチーズが入ってるカレーなんです。チーズ大好きやけど絶対美味しいやろうなと思って注文しました。中身はこんな感じで、日本のレトルトのカレーと同じような感じですね。これをお湯で温めたりするだけです。じゃあちょっと準備してきます。今日はね、ご飯を8合用意しています。で、これ色がついてるじゃないですか。これはですね、サフランライスの素っていうのを入れて作ったんですよ。これを使うと普通のお米がちょっとサフランライスっぽくなるっていうのを聞いてやってみました。香りがね、すごくそれっぽくなってます。カレーはね、こんな感じです。美味しそう。この四角いのはチーズかな。これが角切りのチーズなのかな。サイコロ状になったチーズが乗ってます。で、今日はパセリをかけて、僕さ、インドのカレーって生クリームが乗ってますよね。それもかけます。あ、ほら、めっちゃそれっぽい。うわ、美味しそう。じゃーん、めっちゃ美味しそうですよね。で、ここに乗らなかった分のカレーのルーもあります。で、全部合わせて今日は 6.3 キロです。いただきます。このチーズがすごい美味しそう。あー、角切りのチーズが乗ってます。カッテージチーズですね。うん、トマトがめっちゃ入ってる気がします。で、すごくよく煮込まれとって、で、チーズが角切りだから食べ応えがあって、めっちゃ美味しいです。これバターが効いとってめっちゃコクがあります。で、サフランライスがよく合いますね。うん、このカレーめっちゃ美味しい。レトルトなのにすごく美味しい。で、このご飯もね、サフランライスの元で作ったんですけど、パエリアのご飯みたいに取って結構いいなって感じです。辛さはね、程よい感じです。でも全然辛くないってわけでもなくて、程よい辛さです。程よい感じ。トマトとかもよく入っとるから結構甘みありますね。でもやっぱりちょっと熱くなってきました。カレーを食べるとね、カッカしてきますよね。体の芯から温まりますね。はい、大体約半分食べたのでルーを追加しました。生クリームも追加しましょう。チーズがね、本当にたっぷり入ってるんですよ。お肉の代わりにチーズが入っとるって感じかな。で、私ですね、ちょっと勘違いしておったんですけど、ここにトマトソースのカツ、テージチーズのカレーって書いてるんですけど、これですね、改良がおかしくなってるっぽくって、トマトソースのカッテージチーズカレーですね。私もなんかカツなんか入っとるかなって思いながら食べよって気づきました。はい、カッテージチーズ美味しい。高野豆腐みたいな食感かな。なんかね、いろんなものが入ってます。トマト、カシューナッツ、玉ねぎ、ココナッツ、生姜、ニンニク、グリーンチリが入ってます。生姜のかけらを結構感じます。で、バターも入ってるからね、コクがあって美味しいですね。最後の一口、最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。パニールマカリとっても美味しかったです。トマトソースのカッテージチーズカレートマトソースのカツテージチーズカレーじゃないですね。はい、チーズの食感がブニブニしとって良かったですね。今までに食べたことないカレーでしたね。すごくね、野菜とかがルーに溶け込んどってコクがありました。で、辛さもそんなにね、このカレーは辛くなかったです。とっても美味しいので、ぜひ皆さん、まあ、URL にねリンク貼っておきますので、興味のある方は食べてみてはいかがでしょうか。サフランライスもとってもいいです。
ああ本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。